皆さんこんにちは。今日はもうすぐ核の冬が終わりますの動画の後半をお伝えします。前半ではマッドフラッド、泥の洪水の前の時代には冬がなくマッドフラッド後に冬が出てきて、その際におそらく核戦争があったのだろうということ、その痕跡は永久凍土に残っているということをお伝えしました。今回の後編はまずはこの永久凍土に関する情報から始めます。何にしても公式の情報というものが嘘ばかりということ、ほとんどの方ご理解していただけているかと思います。後編、それでは早速どうぞ。公式な様々な歴史上の出来事で19世紀までに起きたことの全ては最低でも意図的に歪曲されていて、真実とは完全に無関係の情報であるということです。20世紀に入ると永久凍土と呼ばれている土地の雪解けのプロセスはセンセーショナルな発掘を引き起こしてきました。そこには若いマンモスの子供たちがたくさん見つかりました。さらに成長した巨大なマンモスたちも完全な状態で発見されています。例えば1901年の発掘調査ではベリョーゾフスキーで見つけられたマンモスです。ここではほぼ完全な嘘の密林、あるいは歴史学者たちの根っこにまである傲慢さが見えます。そして皆さんにもう一つの公式のソースの情報をこのテーマに関連してお伝えします。アメリカ人の古生物学者のロイ・アンドリュースはその有名な著書風変わりな獣たちの中でロシアの研究者からのコリムの有名な発掘調査に関する口頭での説明という形で描いています。この内容はそれ自体は素晴らしいものになっています。その中でも特に美しい描写のある部分を紹介します。その初めの部分ではこの証言者がその自身の目で見た観察した内容についてです。マンモスの胃の中には27ポンドの未消化の食物が残っていました。そこにはモミの木の実、カラマツ、松の木の実、野生のタイム、様々な花、2種類のハエなどがありました。これで私たちはマンモスが一体何を食べたかを知ることができました。野生のタイム、様々な花といった植物が消化されていませんでした。今度はこの証言者が話すいかにしてこのマンモスが死を迎えたのかという話を紹介します。完全に明らかなのはマンモスが氷河の割れ目に落ちてしまったということで、このような割れ目の深さは数百フィートという深さにまで達していました。もしかしたらマンモスは雪の橋を渡ろうとしている時で、その橋がマンモスの重さに耐えきれずに落ちてしまったのかもしれません。いずれにしてもこのマンモスは何らかの非常に高い場所から落下し、その衝撃で腰の部分にひびが入り、右前足が骨折しました。その事故の後にトンにも及ぶ雪や氷がマンモスに降りかかり、そのまま雪に囲まれて凍りついてしまいました。なるほど。巨大な氷河で数百フィートに及ぶ深さがあったというのです。そしてそこには何らかの雪の橋があり、それが崩壊する前にはそこに氷河の裂け目があり、そこでマンモスは草や花を見つけることができ、それらを大量に食事した状態だったのです。どのような場所でマンモスはそれほどたくさんの植物を見つけることができたのでしょうか。この謎の答えは完全に不明なままで残されています。特にこの内容を語っている人間の意見では、この時の氷河はその後そのまま永久凍土として現代まで残っているというのです。
さらにはその後氷河は溶けましたが、マンモスはまだ凍った土に寝そべったままの状態でした。いずれにしましても松の実や野生のタイム、花々、巨大な氷河、永久凍土といったものは全て合わさって一つのシュールレアリスムの様相を描くことになりました。おそらくはより新しい世代のソビエトの作家たちはこのような説明の不条理さを理解し、その巨大なマンモスの死亡という出来事は一年の中の暖かい季節に起こり、そしておそらく非常に温暖な気候で、ですから広く流通したような本の中では全く別の説が語られるようになりました。当初背の高い氷河とされていたものはいつの間にか背の高い断崖絶壁という設定に変わり、そこからマンモスが落下し、その下にあった川に落ち溺れてしまったというのです。その後自然と冬になり、巨大なマンモスの体は凍りつき、1万年以上にわたってそのままの状態で、もちろん完全な状態で保存されたというのです。さらに見つかっているのは凍りついた毛皮を持ったサイの子供です。古生物学の歴史において初めてヤクーツクの学者たちは毛皮を持ったサイの子供を発掘しました。このサイの子供もおよそ1万年永久凍土の中で凍ったままだったと言います。このような発見は学者たちにこれらの動物たちがいかに厳寒の氷河期の気候で生き延びていたのかということの理解を助けるものとなりました。この発掘についてはさらに別の説明が存在しています。3万3000年よりも以前にはヤクーツクの気候は現在よりもさらに極寒で、サイは分厚い毛皮で身を覆っていて、そのサイズも現代の種類のものよりも巨大だったとしています。そしてこのような発見を通じてさらに貴重な発掘が近くの地域サハ共和国とヤクーツクで行われました。そして現在では世界でも唯一のヤクーツクで発見された毛皮を持ったサイはモスクワで初めて広範囲の一般人の目の前にさらされることとなりました。ここで私たちが目にするのは、学者たちは自分たちの間でさえ年代について合意を持つことはできていないということです。となれば彼らが断定する仮説の信憑性をどうやって持つことができるでしょうか。ここで一休みします。このように数万年前からなぜか冷凍保存されているという永久凍土のサイマンモスですが、その年代がなぜそれほどの古代なのか根拠はありません。加えて丁寧にマンモスが氷の端から落下して怪我をしてそのまま亡くなったとか、崖から落ちて怪我をしてその後冬になっただとか、どちらにしても胃の中の食物が消化されていないことが自然になるような説ではない物語が作られています。これまで私たちは長期間にわたって様々な歴史的事実といわれる作り話を信じさせられてきていましたが、このような荒唐無稽なマンモスの物語もこうして言われてみれば合点がいく完全な捏造嘘ですが、おそらく私たちの身の回り、私たちの歴史の事実のほとんどがこのような辻褄の合わない作り話で構成されているはずです。皆さんそれぞれにこれまで教えられてきた日本の歴史の嘘の作り話を思い出して批判していきましょう。それではこの動画の後半、どうぞ最後までご覧ください。マンモスやサイが永久凍土と呼ばれる地域で見つけられる唯一の種類の動物であるとは決して言えません。ヤクーツクの科学アカデミーの学者たちは大変貴重な2頭の
ホラアナライオンの赤ちゃんを発見しました。これが見つかったのはヤクーツクの地域で、この夏に見つけられました。この情報が提供されたのはヤクーツクサハ通信社からでした。歴史上初めて学者の手にこれらのライオンの骨の遺体ではない、柔らかい皮膚と毛皮で覆われた凍った体が触れられました。ホラアナライオンは更新世の時代に存在していたとされています。これはおよそ37万年から1万年前の間の時期です。このホラアナライオンはユーラシア大陸で広範囲に分布していて、イギリスから極東までの地域でその存在が確認されています。さらにこれらは北アフリカでも発見されていますが、こちらで見つけられるものの多くはアメリカに広く分布していた種類のホラアナライオンでした。さらにもう一つの重要な発掘です。これは大変驚くべき状態で保存されていた犬です。この犬にはもみあげ、まつげ、髪、立派な鼻といったものが完全な状態で保存されていました。これはまたもや学者たちにとっての大きな謎で、これは紀元前1万8000年の頃の遺体だと言います。この犬について学者がどのように書いているかを紹介します。この犬は矢印型の頭をしたオスで、乳歯のままの子犬で、この犬が死亡したのは生後2ヶ月以下の時期でした。この犬が発掘されたのは2018年の夏で、ヤクーツクから北東に行ったインディギルカ川の近くの凍った土の塊の中から発見されました。この犬の体全体、顔、さらにはヒゲ、まつげなどがしっかりと保存された状態で永久凍土の中にありました。この犬の死因は今に至るまで特定できていませんが、この犬の状態は何かで被害を受けたというものとは考えられず、これまでに発掘された犬とは別の状況でした。加えて4万年前の鳥も見つかりましたし、さらに人間の遺体も同様に見つかっています。こうなってくると、この永久凍土というのは一体何なのでしょうか。そしてこの永久凍土はどのようにしてこの地上に現れることとなったのでしょうか。その回答は明らかです。戦争があったのです。しかしその戦争はあらゆる手段を使って隠蔽されようとしています。とてつもない威力の爆発もありました。これらの強烈な爆発の結果、世界の海洋の水が放たれていきました。そして地上に洪水を起こしました。ぜひマリアナ海溝を見てみてください。泥、粘土、植物、動物、人間といったすべてがこの強烈な水の流れでごちゃ混ぜになりました。その後土の一部は一気に凍りつきました。これだけが原因で、現在発見される肉体はこれほど素晴らしい状態で保存されていたのです。ましてや食料が胃の中に残ったままです。この凍土というのはいかなる永久性もありません。遅かれ早かれこの地上はその通常な状態に戻っていきます。そして私たちの視界には全ての無慈悲に根絶された過去の秘密が目に入ってきます。そうなってくると寄生虫どもは何をすることになるでしょうか。この寄生虫たちは自分たちを自己肯定することは一切何も述べることはできないでしょう。では人々はどのように生き延びたのでしょうか。皆さん、高い場所や地下に存在しているまちまちを忘れてはいけません。写真、版画、絵画といったものを通じて私たちは頻繁に空っぽの街を目にしてきました。この街には初め生き延びた人たちが入ってきました。彼らは当初は荒廃した街の清掃と家々の準備をその次の入居者たちのために行うことが目的でした。彼らはこの新しい世界に木々を植えていき、
生活環境を整えていきました。こうして皆さん、石器時代ができたのです。テクノロジーが失われていた時期です。ですから私たちの時代ではまるで事件のように進化が一気に起きました。それは例えば鋼鉄製の船と木でできたヨットが同居していたり、鉄製のワゴンを馬が引いたりしていたのです。そしてだから千年間文明が停滞していたといった話がまことしやかに広まっていたのです。破滅的な大災害が起きたのは最近のことでした。200年から300年前のことです。この事実を隠蔽している理由は、単に寄生虫の先祖たちがこの大災害を引き起こしたからです。親切な考えを持った良い人間にとっては何も隠し事をする必要はないのですから。さて、いかがだったでしょうか。皆さんも200年300年ほど前に何か特別なことが起き、それはとてつもない大災害で、その結果冬という季節が核の冬のように生まれたということ、納得できましたでしょうか。また私たちが何万年も前に石器時代を持っていたという話も、実はもしそれが存在しているとしたら破滅的大災害が起きた直後の時期であったのだろうと推測できますでしょうか。生き延びた人々はおそらく山の上や地下に住んでいた人たちで、彼らが水の引いた平地の町々に降りてきて町を再建していたのでしょう。そしてそもそも現代よりも技術の進んだ文明を全文明は持っていて、その生き残りがいたわけですから、地下鉄なども含めて過去の技術やインフラを掘り起こすことによって、この明治以降の時代に発展をもたらしてきたのでしょう。そしてさらに重要なのは、これらの事実が完全に隠蔽されていて、私たちには嘘だけが学校教育やマスコミを通じて教えられてきたということです。寄生虫どもは害悪をもたらすもので、だから私たちにこれまで嘘を吹き込んできました。全くひどい話だと言わざるを得ません。このようにフラットアース、マッドフラットの歴史といった事柄から始まって、現在の流行り病とちくわ騒ぎ、そもそもの医療システム全般、政治や国際関係など全て重要とされてきた事柄は嘘であり捏造、扇動であるということが分かってきました。その理解を妨げるためにも、人間のインスピレーションを不全にするためにちくわというものが根気よく我々に与えられてきたようです。こんな状態が理解できてくると、もはやこれまで私たちが操作されてきたいわゆる現実の社会というものの要求が全てバカバカしいものに見えてきます。その一方で、私たちの周りには過去の私たちと同様に、そのバカバカしい要求に全身全霊をかけて取り組みつつ、ちくわまで取り入れてしまう愛すべき人たちがもはや7割は超えようかという日本の状況です。そうなってくると、多くの人の周辺には思ったことを伝えることのできる話し相手というものがいなくなってきています。これはこの界隈の非常に共通した状況で、あたかも私たち個々人がまるで完全に別の世界に住んでいるかのようで、そして孤独を感じることとなってしまいます。そこで現在、中村さんを中心として日本全国でオフラインのイベントを計画しております。そしてこのイベントは必ずしも中村さんだけがハンドルするイベントではなく、この真実論業界の様々なインフルエンサーが力を貸してくれるものとなってきています。
もしも中村さんやその他のインフルエンサーを招待して講演会やその他イベントを実施したいと考えられている飲食店やイベント会場をお持ちの主催希望の方、あるいはそういったものをお持ちでなくともスペースを借りてイベントを主催されたいと考えている方は、この動画の応募フォームからぜひご応募ください。中村さんも最大限ご協力いただけますし、中村さんが難しい場合は別の方の力をお借りして各地域でのオフラインでのネットワークの構築に貢献させていただきたいと考えております。今の私たちにはオフラインでのつながり、絆、理解、助け合い、そして何よりも楽しみが必要だと思っています。同時にこのようなイベントのボランティアでのお手伝いを希望される方も募集しますので、そちらも動画説明欄の応募フォームからご連絡ください。少しずつ世界を変えていきましょう。それでは今日も最後までご視聴ありがとうございました。